いつかね、ブレイキングダウンっていうね、競技、あれはもうスポーツじゃないからね、俺からしたら。ね、まあ、確かに今盛り上がって話題になってるけど、まあ、ボクシングとは一緒にされたくないし、そういう盛り上げ方はまあ好きだけど、まあ、ああいうね、露出を高めて、試合に出る方法しかないわけで、あの競技っていうのは。そういうのはいつかもね、問題になると思うんで、やっぱりね、気をつけないと。出るためにはやっぱりね、過激なことをしないといけないからです。うん。で、ああいうのはね、やっぱり、元やんちゃとか、そういう子を求めてやってるわけですよ。ね、うん。だから、ね、そこそこで歯止めが効くように、うまいことやんないと、もう終わっちゃうよ、ブレイキングダウン。うん。だから気をつけないとね。盛り上げてくれるのは嬉しいけどね。うん、まあね。いつか取り返しのつかない事故が起きそうなんで、やっぱそうなんないように、まあね、キュッとこう、尾を締めて、頑張るんですね、うん。まあ、俺らもそうだけどね、YouTube でよくジムとかスパイリングやってるけど、うん、まあ、いつかね、怪我人とか出るんで、やっぱりね、気を引き締めながら気をつけてやらないとダメなんで。うん、